リーダーシップはどんなところにおいても、私は三つの要素だと思っています。一つは、人の違いを受け入れて、人の違いを尊敬して、そしてもう一つは、人の違いを自分の中でうまくコーディネートして、チームを進めていくということだと思っています。